皆さん、こんにちは。ただまり、えー、第113回日照簿記検定2級に関する解説講義を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、それではですね、えー、本日実施されました第1 5 3回2級本試験に関するご解説というところでございましてね、まあ、その要点用紙等々ですね、えー、お時間30分程度いただきまして、えー、お話をさせていただこうと思いますでまず1点ご案内なんですがあのー、今回もですね、えー、私どもホームページの方ではあ2級の回答速報ということでね、えー、予想配点などを付したもの とともにで、すすね、えー、模範回答を出させてていいただいておりますでこちらについては、まあ、毎度のお願いになるんですけどね、あのー、模範解答として出させていただいたものについて、えー、予想配点箇所、これをつけさせていただいておりますが、まあくまでも今申し上げたとおり、この配点は予想です。 で私どもレックがですね、あのー、過去の本試験の傾向であったりとかあとはまあ今回の問題の特質などを勘案して、まあ、おそらく処理論からしてこういったところが点数になるでしょうという前提でつけさせていただいているのがあ予想配点になります、まあ、何が言いたいかっていうと実際の本試験のね、えー、配点箇所とは関与も一致しない可能性があるということをお知りおきいただいた上でですね、えー、予想配点箇所についてはご活用いただきたいと。 いうふうに思うんです、ね、あの西尾さんの方では一応配点箇所配点容量に関してはですね、えー、公表されておりませんのでしたがって、まあ、私どもの予想でね、えー、内容というのは見るしかないんですがあこちらに関しましてはですね今申し上げたとおり純粋に予想ですからあ必ずしも本試験のそれとは違うということを念頭に入れていただいて、まあくまでも自己採点の結果というのは一つの参考というふうに捉えていただいてご活用をいただきたいと。 おいいう,うに思いま,すまあざっくり嫌ですけどちょっと今回の試験はどうかなっていうところは正直あるんですがまあ自己採点の結果に対してね私どもの模範解答に基づく自己採点の結果に対してまあおおむねプラマイ5点から10点の幅ぐらいはちょっと持っといてもらった方のがいいかなというふうには思います。 一、えーまあ、つ基本的には5点程度の幅を持っていただいて、まあ、確認をしていただくというのが理想だとは思うんですけどね、えー、多少の誤差というものはどうしても出ますこれが20点30点開くということは基本的にないと思うんですがあ一応状況としてはそういったところになりますんでその模範回答等をご活用の際にはね、えー、前提としてそちら念頭に入れていただき、まあ、ご所持ご対応をいただきたいと。 いうところになりますでまあ今日ね実施された第153回のまあそうだなあ2級の本試験に関してなんですがまあこれね皆さん方もあのご回答いただいていろいろ思われるところも多々あると思います。で多々あると思うんですがまあこの問題に関しては正直僕も評価が難しいです。というのもですね まあ第3問はあまたまた連結生産表ということでまあ、ご承知おきのお方もいらっしゃるとは思うんですけどおこの間ですね、まあ、この間つっ,っても2月ですかあ今年の2月の試験ね連結会計でまあ結構ドギッツ問題出したもんで。 えー、まあ合格率が著しく低迷するというような状況が生まれてしまいました、まあ、あの時には私もちょっとねいろいろ回答を返すで申し上げたんですがあのー、こないだの試験に関してはその2月の試験に関してはね、まあ、連結自体は非常に難しくてなかなか手が出ない問題だと思うんですけどあのー、それ以外のまあ工業武器なんかもね非常にいい問題だったんですけどやっぱちょっと難しかったんですね。えー、そういういこともあって まあ2月の検定試験の結果としては全国合格率としては非常に低迷するというような状況というのが実際にあったまあこの間の連結ですね2月というかこの間の連結出た時の話がそうでした。でそういう状況が現にあったんですがあのー、これね今回の連結も前回出題された連結の第3もとある意味同じぐらいっていうかもしかしたらそれ以上かなあの 難易度を伴う論点が含まれております。で含まれておりますんで、まあ、一言で言ってしまうとですね、今回の連結の問題に関しては、まあ真っ当に取り組んじゃダメですね。あのこんなもんできません、えー。したがって、まあ連結についてはね、まあ、問題資料の中に。 えー連結会社相互、えー、間取引から計上された資産負債などのデータが、えー、資料3番でしたっけ与えられてますよね。まあ、ぶっちゃけだし、ね、もうあそこら辺に集中しちゃったのはいいですね。えー、だからもう売り欠きと買い欠きの総裁をしなきゃいけないとかあー未収入金未払い金の総裁をしなきゃいけないとかっていう論点あるじゃないですか。まあ、そこだったらそこらの部分にも集中してしまってそれに関するものだけでも回答用紙具体的な連結材表欄にね集計結果として書くと。 いうようなまあ、ちょっと問題回答アプローチを取っていくことぐらいしか現実的にはちょっとできないかなっていう気がしますまあ、正確に言うとそこの部分プラス例えば土地の売買に伴う密減損益消去とかねあるでしょまあ、それぐらいじゃないですかそうねまあ、それぐらいというかそこを主軸にしていただくだから問題資料で言うと、えー、第3問の2番3番 うん、あたりかな。2番3番あたりのデータを前提に、まあ、それに関する修正仕分け、債権債務総裁とか、まあ、あとは手形のね、えー、割引なんかの話もありますが、あこの手形割引も含めたあ資料2番3番あたりの修正にちょっと終支をしていただいて、もうそこの部分だけでいいから点数拾いましょうという形の切り替えを図っていただかないと、あのとてもじゃないけどこんな問題できません。 えー、もう皆さんお分かりの通りですねこれ今回はあ親会社 P 社があ S 社に対して部品の呼吸をやってで S 社の側ではその部品を、えー、使用した上で、えー、製品作ってでその作った製品を今度また親会社に戻すんですよ。で戻すんですけどこれいわゆるあの相互売買形態なんで P から S に物を売ったすなわち材料を売った段階部品を売った段階でまず P 社の側で未実現利益に相当する利益を付加してます。 ね、でさらに S 社の側ではその部材を使ってですよ製品製造するでしょでその出来上がった製品自体は P 社に送るんだよね送る時も今度は S 社の側が利益を付すんですってことはこれ P 社の期末材料あや期末製品、ね、S 社から購入した製品あるでしょでこの中にはまずあの S 社が付加した内部利益が含まれるとともによ それピーたあとに要はあー S 社ののの製造原価のものでしょその製造原価の中には P 社自身が売ってる、えー、と A 部品 A 部品の価格が含まれるからその A 部品の価格自体は S 社の側では当然これ売った値段前提で計算してるはずなんであごめんなさい買ってきた値段前提で計算してるはずなんでその P 社の期末製品の中にひっくるまってるですか A 罪 A 部品費 この A 部品費の中には a p 社自身が付した内部利益が入ってるからそれも引かなきゃいけないんですよ。そうすると、まあ、そもそもこれ内部利益の特定自体が相当程度難易度が高くなってしまうのでまあ多分これ問題の状況を読んだって何が何だか分かんねえって話だと思うんでね普通に考えればもうここはやっぱりやらない方のがいい。で果敢に挑んでいただけるのは大変結構だしまあそこの部分はね 積極的に攻めていただいいてもかかったたとは思いますただそれをやるんだったら本当にもう他の問題全部解き終わってるっていう状況が必要でしたね。でもう純粋にもこれは連結はね問題のパートパートを選んでやるという形です。まあこの間ねその連結の非常に難易度の高い問題が出た時の公表死刑の先生がご公表をお書きになってるまあこんなのは大したことねえとおいうふうにおっしゃっていましたがまあその問題の時にもですね あのできる部分を拾ってやっていけばなんだかんだで半分ぐらい点数取れますよというふうに書いてありましたまあ果たしてそれが僕は2級の学習として妥当なのかどうか分かりませんまあでもそうやって言うんだからあーそういう話なんだと思いますうーんだそうすると今回もね間違いないですけどそうやって解けって意味ですよこれだからまあ別にやれる人はやったっていいのかもしれないけどお P 社の製品にひっくるまってる内部レーキの特定なんかはやるべき論点じゃないってことなんじゃないですか なら、できる部分だけを選んでやんなよ、という意味なんでしょう。だって、公表でそう書いてんだから。ああ、できるところを選んでいけば、あそうやってできますよ、ていう,うに言っとんだから、まあ、多分、そういうスタンスで解きなって意味なんじゃないですか。だから、こんなね、あのできもしないような論点を出すんじゃないですかね。まあ、僕は、あの個人的には正直言って、相当この問題は不満です。えー、これは2級の問題として、どうなのまあ、根本的な話でね。 あのやれるところだけ選んでとくって確かに試験ですからそれは必要かもしれないけどねあの <laughs> だったら連結なんかやらせることもねえじゃないですかだって内部取引総裁だけ覚えればいいんでしょねえなんまっとうに密言利益調整を一生懸命勉強やった人かわいそうですよこんなもんだからそんなものはね出さなきゃいいんせよもうどうせ、えー、できないような問題出すんだったらはなから出さなきゃいいんで、ね、僕はもう本当にそう思うんですけど まあこの問題はね本当にもうそういうそい見極めですだからもう多分これでいくんじゃないですか前の連結もそういうふうに作ってんだからだから <laughs> まあ当然僕もね、えー、こういった部分の受験対策はあ講義ですからやらせていただいてますがこれはもうどうしたってですよできるとこだけ選んでやんなっていう話になりますわなこんなことやってたらあーと思いますけどねまあそれが連結の勉強になるのかどうかは僕は知りません。 えー、果たしてそれが実務対応するのかどうかも知らない、えー、僕はとてもじゃないけどそうは思わないけどもまあそこの部分は今回ね、まあ、切り分けをした方のがいいですよ。だから今回のこの問題ってねうん他の問題だよね第一問から始まって1245この4つの論点に関してもうまずは時間をかけるべきです。 でちょっとまたそれもやらしいなって僕思ったんですけどあの12 45は結構取りやすすいんですよ、まあ、それはあのこの間の試験の結果があるからと思いますよ。あの連結がつぬけて難しくって。で工業簿記なんかはねいい問題だったんだけどねあのやっぱちゃんと考えなきゃいけなかったけどある意味今回の公募なんかは非常にベーシックな論点にしてますから。 あのぶっちゃけだねそんななにひねりがないでしょだからそうすると工業簿記なんかで、まあ、しっかりと基本の計算過程を追っていただくことができれば、まあ、少し PL なんかを集計しなきゃいけないんでテクニカルなところはありますけどもでもねおそらく多くの受験生さんが工業簿記の問題を見た時にはうーんなんか今まで受験対策準備をやってきた問題よりもうんと簡単だなっていうふうに思われた方多いんじゃないですかね。 そそんんななことないですか僕うう思うんだけどなだって別にね第5問の組別なんかだってあの減損非損重の話があるわけでも何でもないしねええー、そうなるとまあ工藤だけど PL の集計ですから少しそこの部分についてはね手続き論テクニカルの話は必要ですけどもまあ本来的な組別の過程というものをしっかり追っていただくことができれば第5問はしっかり満点狙えるだろうし。で第4問の 本社工場会計に関しして申し上げればですねこれはもう本当に何つうんですかあのテキストの説問みたいな問題なんでまあ少し言い回しとしてね引っかかりがちな部分も多少は含まれるかなっていう気はするけどでもうん十分対応は取るでしょうね。だそうするとあの今回の工業武器はまあ今までにも増してっていうのかなあの工業武器の部分が40点満点。 を十二分に目指せるようなってるかなという気がする。で多少のミスがあったとしても、まあ、そこそこ工業武器でまず点数が拾えますよっていう状況があるんでそうすると、まあ、商業武器のね第1問と第2問が、まあ、皆さんにとっての勝負の分かれ目になるというところになるんだね。 で、じゃあその時にまあ今回第1問の仕分けの問題なんかに関して言えばですよ、えー、ちょっとまあ説問の3番あたりで直接原価公式前提の圧縮基調とその圧縮基調実施後の原価償却計算まあ原価償却はねあの直接法で処理しなさいって話になってるんで一応これはねあの近年 西尾さんの方が簿記3級の範囲だったものを2級に引き上げたっていうところもあるんでまあその直接王だよっていうしっかりした問題の指示がありますからその指示をしっかり読んでいただくことができれば対応はできたと思うんだけど意外とねえー、直接王という事実を見落としてしまうとかまあいうことはなかないかなという気はするんだよね。 でさらにはまあこれなんか典型ですけど200%定律増で昇格率なんかを自分で計算しなきゃいけないとかっていう論点も含まれるから第1問に関して言うと3番目の説問自体はちょっともしかしたらミスが出やすいかなという気はするで気はするけどもそれ以外の1245はこれも十分皆さん方点数取っていただけると思うんですよ1番目なんかもう典型的な研究開発の話でしょで2番に関しましてはまあ単なる売りかけの回収不能貸し倒れだね で4番に関しましては電子記録再建に関する譲渡記録、まあ、要は裏書きの話ですね。で5番目に関しては叙余、まあ、金の配当という付けになるからまあ仕分け問題に関して言うと3番目が少しひねりは入ってるかなとは思いますがそれ以外の4つはもう十分対応はしていただくことはできるだろうし、えー、ひねりもない形になるんでまあここでね 一般的に第一問の仕分けの問題三問死守という前提から考えればプラス一問ということで四問ぐらいは十分狙えたと思うんですね。であわよくばっていうところもあるかもしれないけどまあ一生懸命ね減損なんかの対応を図っていただいた方であればまあ点というのもあったかもしれない。ね、でそうするともうここまでで、まあ、工業武器の出来次第っていうところはありますけどもまあ満点だったら60点ですが満点まではいかないにしたってですよ、えー、多少のミスがあったで五50点弱ぐらいはまあすくルで、えー、取れるでしょうと。 いうところにはなってくるんで、まあ、あとはね、第二問と第三問でどれだけカバーできるか。ああいうところになると思います。で、第二問は、まあ、ある意味、理論形式の問題だったりはするんですが。僕、これはいい問題だなっていうふうには思いましたけどね。で、まあ、各文脈の空欄部分に適切な語句を埋めなさいって話ですから。まあ、一番あたりはね、消費税の基調方式、税抜きと税込みって、まあ、二つ。で、税込みなんかを丸二番からね。 書かななきゃいけないけよというような話が入ってますけど税込みを書かせる意味はよくわかんないけど税抜きでいいんじゃねえなと思いますけどね、えー、まあ税込み方式なんか将来的にこれなくなりますんでやったってしょうがねえような気がするんですけどまあ別に、えー、今現在の制度で言えばね問題はない話なのであーまあ税込み方式 まあ言葉をね埋めていただくただ、まあ、なかなかここの部分については意外とね、まあ、税消費税が税抜きメインでやっていただいてるでしょうからあかっこ1番のところが言葉としてうまく出なかったっていうのがあってもあんまり問題ないような気がしますよ。っていうのも具体的に問題状況で言えばねまあ2342番なんかは収益の認識基準。 ねまあ、売上収益とかいつ建てますかって話でこれあの出荷基準だの引き渡し基準だの研修基準だのって言ってますけど言葉尻だけちゃんと分かるだけでも対応できるでしょ、まあ、要はどのタイミングで売上立てんのって話ですから商品出荷の段階で売上立てるのは出荷基準。ね、で引き渡しですから顧客のところに到着した段階で売上立てるのが引き渡し基準。 でお客さんに商品届いた後お客さんの検品チェックが終わって問題ないですって話になって、まあ、それこそ受領員かなんかをもらったら初めて売り上げたというのは研修基準ですからまあ順番で言えば一番最後になるのは当然研修基準ですと。なんとなく言葉尻でもね、えー、読,から読めるかなっていう気はするしまあそうね。 3番目はノレンですからまあ特に問題もないような気がするしね。で4番は、まあ、有価証券評価にかかる取扱いになりますんでまあ焼却原価の適用なんかを主軸にした規律になりますがまあその前提で考えるとこの問題ね10箇所まあ10個空欄あるからそこ埋めてもらうんだけど。 悪くったって5箇所ぐらいいけると思うんですよ。どんなに少なくったってね。だからそうするとまあここで10点拾ってもらってさっきの話じゃないけど第3問の連結があー資料3番でしたっけあそこで載っている内部取引総裁のとこだけでもですかあーないしは土地の未必現利益消去の論点なんかまあそれぐらいまで含めてもらって ちょっとやってっていただいてまあ部分点積み重ねるという形で点数を積んでもらえば70点というところは見えてくるのかなという気はします。でいう気はするけど結局ねその連結の問題をまあ過去の取題実績もあるんでねあのー、それなりにどきつい問題を想定してご準備いただいてる方であればまあ10点よりちょっと上ぐらいいけるかなっていう気もするけども一般論で言えばちょっとこれは厳しい。 だからもう本当にね今回の連結の問題に関してはもうズバッと切るとねで切るっつっても全部を切るんじゃなくってできるところっていうのは絶対あるわけでね何が難しいですかって言われた時にその密言損益調整の話が難しいわけですよまあそもそも特定するのが難しいしね その密現利益の内包対象物を特定するという行為自体が相当煩雑になりますから、まあ、そういうことから考えるとやっぱりね、あのー、もうそこはちょっと時間的に厳しいよっていう形になると思うのでもう連結は勇気を持ってね内部取引総裁とかにもう主軸を切り替えていただいてで逆に言うと工業武器なんかが点数取ってくださいの前提の問題になってますからそちらをねしっかりと作業しきるというところが。 まあそういう意味ではもう広い意味で問題の見極めっていうのがねちゃんとつけられないと今回の試験っていうのはもうどハマりしちゃう。まあ中にはねやっぱり連結会計なんかは当然主要な論点であることは疑い余地がないので、えー、じっくり対応取れるようにということでご用意いただいた方もいらっしゃるとは思うんですがまあちょっとそれをしてもですね今回の連結でまあ駆動だけど密現損益調整棚卸しさん関係ね部品であったり製品であったり。 えー、そこら辺ののつ現損益調整に手を加えてしまうとですねおそらくドハマリしますだからもう本当にそこをねズバッと切れたかどうかが大事まあ時間かけても正直ほとんど点数取れないですよこれそっちやるとだったらば同じ時間をかけるにも例えば第一問の仕分けの問題をじっくり解き込んだ方のが今日の仕分けの問題だったら十分対応取れたと思うんだよねでそっちの方にしっかりシフトするとかあとは第二問のね 僕こういういいいい問問題題だなと思いますけどね、あのー、第2問は両問だと思いますよ。あのー、しっかり考えながら、ね、前後の文脈読みながら作らなきゃいけない問題だから問題としては僕いい問題だなと思いますけどね、あのー。ただまあちょっといきなりこの手の問題解くって話になると意外とね形が変わるだけでも解きにくいんだよね。普段仕分けを答えるとか集計するとかっていう話をメインでやっぱやってるから。 えーなんだっけなこれとかっていうのはどうしても出ちゃうとは思うんだけどもまあそれでもねくどいだけど第3問にかける時間はもうこっちにシフトしちゃったのはかったですね。で、ね、それをやってっていただくともうとにかく1245ここで点数を取れるだけ取っていただいてもう連結はおまけです。ね。あの部分点拾いのための問題なんでもうこんなものは真に受けちゃダメ。ね。 まあ入家じゃダメって言ったって皆さん一生懸命ね合格するために試験会場行ってるわけだからああ一生懸命やってる皆さんにしてみりゃその判断ってのはやっぱ一番厳しいんですよねえ特に2級の受験生さんっていうのはね、まあ、直近一般論ですけど試験っていうのはやっぱり3級やってますんで3級はほとんどのものがあってやっぱ手出るからねで、ね、こういう試験の問題を見た時にもうやらずに捨てるっていう判断っていうのはやっぱりね 結構勇気がいあのー、逆に言うとそういう前提での練習を積み重ねておかないとなかなかね本試験ででややろうと思っってもやっぱできないですよ、ね、らまあ極端な例ですけど僕なんかねあの税理士試験の簿記論会財務諸評論という会計科目を担当してるんでもう税理士なんていうのははなからさ、あのー、終わんないんですよ絶対。 えー、2時間という試験時間で絶対時終わんないものが基本的に出る特にボキロンという科目はね出るんでだからもうボキロン受験生さんなんかでも9月から勉強始めてもらって8月まで試験まで1年間勉強してもらうんだけどもう月齢の試験なんかをやるつどねもう切るっていうことがやっぱり重要だってこともずっと言ってくるんですよ。で皆さんにもそういう練習をしていただくんで、まあ、それだけやっぱ練習してたって本番でね問題切るっていうのは結構抵抗があるんですよやっぱり。 ななんかかかでできるんじゃないっってやっぱ思ううら,らそそすよね、えー、試験に向けて一生懸命ね寝る間申しんで勉強したりしてるんだからあこの切るという行為が非常に受験生にとっては厳しいところではあるんだけどでもそれをね勇気を持ってやってもらうというのが、まあ、今回の連結のやっぱり対応の仕方であり今回の本試験で合格点数を達成するための必須要件だったような気が僕はしますね。ちょっと やっっぱかわいそうだよなって正直思いました別にい,あのいい人ぶるつもりなんか元頭ないですよ僕はもともと人間がいい人じゃないんでねあれなんですけど僕は個人的にはね、あのー、やってない人まで受からせてくれるなんて全く思わないんで、えー、まぐれ受かりみたいな人はねまあこんなこと言うと誰かもしれないけど出ない方がいいと僕は思ってるんですよ一生懸命やった人に失礼だから。 あ僕はそう思ってるんだけどでもその前提で言ってもちょっとこの第3もやっぱりやりすぎだと思うよ。あのまあ他の問題でね今回はカバーが効くので、えー、その点考えると、まあ、以前ちょっとあんまりギャン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 言い過ぎていろいろ行いましたんでね、えー、うちのお上層部からも「お前は品がない」っつって、あのー、言われたんでね、えー、ちょっと品よくやりましょうと。 うういうコンセプトの今日来てるんですが、まあ、でもちょっとこの連結はかわいそうだわいくらなんだってまあただかわいそうだわって思うぐらいえらい難しいんでもしかしたらね受験生さんにしてみればもうこんなもんできねえやっていうふうにね割り切りはしやすかったかもしれないだからもしかしたら作文者の先生はあのそういうコンセプトがあるのかもねいよく見ればよ、ね、僕善人だからそういうふうに見ますけど <laughs> えー、そういうコンセプトがもしかしたらあったのかもねこんだけドキつきは手出さないでしょうとね,ねえ手出さないでしょだったらもうできるところやんなよっていう意味でこういう問題をお作りになったんだろうなぁとは、まあ、思いたいで思いたいしまあ実際その判断がうまいこともあればねちょっと断片的な回答にはなっちゃうけどもうそれで切り上げるという形にした方が良かっただろうねで でもうとにかくその余計な時間を連結にかけないというのが今回の本試験に関しては間違いなく言える間違いなく言える回答戦略になりますしで今日の問題もまあ顕著だしねこれはあのー、別に今回だけじゃなくてずっとここのとこ続いてる問題の傾向でもあるしある意味それが顕著に出てるのかもしれないけどやっぱね工業武器はね 今の試験を前提に考えた場合基本的には点数の取りどこだっていう前提でご用意をいただく必要っていうのはやっぱり高まってるねと思うよ。まあ工業武器の主題範囲自体はね、えー、昨今の大幅な2級の主題範囲の変更の影響をほとんど受けてない。 まあ伝統論点ですただまあ問題の出し方自体はねあの定型的なパターン化ではなくてやっぱちゃんと考えるようにはなってきてますからあーそういう意味ではね公募の問題も昔の僕らが勉強した時代に比べればうんと難しくは確かになってる。なってるけどもお今日のね第4問みたいに非常にベーシックな問題を出題してくれたりもするしさあー第5問なんかもね おそらく皆さん方これを上回るような問題を受験対策として一生懸命準備されてたと思いますまあ、そういう意味からするとやっぱり工業簿記で点数を拾うだけ拾うとね。であわよくばあ今回の試験の前提で言えばやっぱり商業簿記分野に関してとまず第一問は攻めどこだなという判断はしていただきたかったですね今日の第一問はこれはやりやすいですよ久方ぶりにというか言っていいぐらいだと思います だから今日の第1問とかは本当にまあ仕分けの内容としてはベーシックだし、えー、こういったところでしっかり点数を拾いきれるようなあご用意というものを頂い,いたかどうかというところが結構点数差に開いちゃうような気がするね。だからまあ結構ね受験生さんも過去の本試験の実績もあるからまあ相当程度。 難易度の高い問題が一つ二つ入ってくるっていうことはやっぱ想定されてたりするんでまあそれがね、えー、しっかりご自分の中に取り込めてれば今日の連結ってのはもう部分点狙いだなっていうのが文章を読んだ段階で多分すぐわかると思うんですよでその視点が持てたかどうかですねその視点が持てたかどうかというのがもう今回の本試験の、うん、僕はやっぱり鍵を握るような気がする ね、だからあんまりこうでも努力した人ほど第三問でやっぱでやっちゃうような気はするんだけどねただやっててもね多分途中で止まると思うんでそういう意味では極端な問題にある意味なってるからうーん捨てという判断をすること自体はもしかしたら少ししやすかったのかなというところはあるけども本当にその判断は必要だったかな。 いう気はしますだからもう今日は第3問自体は基本的にあの部分点狙いの初めから回答にもう終始するねえー、いうことが必要だったと思うのでもう極力時間かけないでかけるのは他の問題であるということをしっかり見極められるような目が必要だったような気がします。ね。 まあこういうのも確かに試験の問題としては一つありなんだと思いますね。僕は個人的にあんまり好きなパターンではないけどね。まあ、僕はこういうんだったらあの全ての問題があ,ーある程度ね手が出るような問題で。 まあそれをいっぱいドチャっと出すっていうのが僕は2級は本来あってほしい問題ではあるんですがまあそれは僕の趣味だって言われるそれまでなんであれですけどねまあまあちょっとあのあんまりこうテクニカルな技術に走るような問題っていうのは僕はやめた方がいいような気がするんですけどねあの多分今後ねこんなん続いちゃうと連結多分選んでやりますよ。 まあ死刑の先生ももしこれをご覧いただく機会があるならば、まあ、僕のこんなものは見ないと思いますけどねちょっとねあ,のあんまりこういう傾向を強めると連結の準備っていうのかな受験生さん多分もうやらなくなりますよあの開始分けとかそういうのねだって花から選,べ選んで再建債務総裁とか商品売買取引総裁やれよってなっちゃいますよこれそれはなんかもう本末転倒じゃないですかね だからもうちょっとベーシックなものでも僕いいのかなっていう気はしますね。で、ね、ただまあ過去の取材実績を踏襲するという意味ではまあこういうのもありなのかもしれないけどね、まあ、できればもうちょっとね、あのー、考えてほしいなという気はします。だ僕がもう本当に心配してるのはねあのー、第3問にやっぱ引っ張られないかどうかだけですね。あのー、2級の受験生さんって言ったって 変にに試験慣れしてる人ななんんんかそんなにいませんのでねやっぱちょっとこういうどぎついものをドカーンって見せられちゃうとですねそれで舞いっっちゃう人って結構いるんだよ、ね、で冷静に例えばだけど他の問題見ればなんてことない論点だったりする第4問なんかすげえ簡単じゃんって思えるかもしれないのに第3問先見ちゃうことによってね第4問すらそういうふうに思えなくなっちゃう時ってあるんだよね人間。 だそうなっちゃうと持ってる力が出なくなっちゃうからちょっとかわいそうだなっていう気がするんでまあいなきゃねそういう方いなきゃ全然いいんですけどまあ僕の経験上ねやっぱ2級の受験生さんってのはそんなに試験慣れしてるわけじゃないんでねまあ当たり前ですけどこれからねまあいろんなものをやっていこうっていう人たちなのでうんもうちょっと考えてほしかったなっていう気はするな。あーただね まあ他の問題が連結以外の問題が非常にまあ手は出しやすいという状況があるのでまあ連結丸々ややないっいうのはやっぱりまずいですよあの特定の状況からしてだってもう80点満点になっちゃうからねそれはちょっと厳しいからやっぱりあのそれ以外の問題をやりつつまあ主体は3問以外というふうに据えつつね3問目の連結も全部ができないわけではない多分これはもう皆さん方もこういったスクールお使いの方々もう誰にでも言われてるんですよ。 連結行うにあって開始仕分けの類すなわち資本連結の手続きなんかもう煩雑になるもうそういった時にはそこにこだわらないとか密現損益調整が今日みたいにもう難しければもうこだわらないで再建債務総裁とか年度の修正の部分だけではね、まあ、そこだけでも構わないからねできるとこだけ選んでやっときなと多分言われてると思うのでまあその回答要領というのを維持できたかどうかというところになると思いますまあちょっとまた今回も どううだろうかちょっと正直言って今回の問題に関しては全国的な率ってどうなのっていうのがねちょっと僕の中でも消化しきれてないっちゅうか予想が立てらんないんですけど、まあ、間違いなく言えるのは6月の試験よりは下がると思います。うん、でもねまあこの前の連結が出た時みたいに1桁いっちゃうとかそんなことはないと思うんですよ。 ね、それはやっぱり1245の存在があるんで、えー、そうするとまあ意外と,言うという失礼言い方は失礼ですけどね、まあ、2級の受験生さん結構ねその場でできることを考えてやっては下さるんでねだそこにまあ僕は期待はして 30%30% 30ちょっと超えるぐらいが出ればいいのかなっていうふうに思いますけどね。まあ うーん多分皆さん方も試験会場を後にした時にまあ、モヤモヤっとした感じでちょっと出てくるやっぱまあ仮にですよ工業墓牙が満点ペースで解けたとしてもさー一人もがそこそこ取れても連結ができないっていうのがやっぱ頭の中に残っちゃうだろうからねうーんそんなに気持ちよく試験会場出てきたっていうことはないような気がするんだけどもただねあのこの連結の密現損益修正棚卸さんね材料と製品どっちも含まれますけど これはねできませんですかこれができんだったらもう大したもんです。本当に。いやできたよっていう人がいらっしゃればね。あのー、そうだな。でもいるのかな。いやこれすごいよ本当に。これできれば。えそんなえこんなん大したことねえじゃんとかって言われるかもしんねえけどそれはねないわ。これは大したもん。 おーちょっとそういう人はねまあ1級中華うか会計士とかちょと考えてもいいんじゃないですか本当思うよ冗談抜きでそのセンスがすごい僕の経験上あの2級の、ね、基礎的レベルの学習を終えた方がこれやって未事現損益の特定とその修正手続きまで全部できたっていう人はねちょっと相当すごいですよ で,できた人は、ね、相当当自信持っていい本にあのセンスが続けてる。だからそういう人は2級の受験生さんでですよ <laughs> あの例えば会計士の勉強やりながら2級受けましたとかっていう人は違いますよ。それだってそれに関連するものやってんだろうからああそれできてもね別にあれだと思うけども、ま、別にその人がどうでもいいってことじゃないですよその人だってすごいけども純粋に2級の勉強をやっておいてで,でこれができるっていう方はもうすごいです。 で多分これはどこの予備校の講師に聞いたってそう言うと思いますよ。いやできないよこれって普通言います。でできたよ僕っていう話になれば、まあ、私でもいいですけど「あんたすごいね」って誰だって言いますよ。間違いなく。も、ま、う、あ、そのレベル。だから裏を返せばできなくていいこんなのできるわけないんだから。ね そういうレベルですでそういういレベルの問題ではあったので、まあ、工藤だけどその見極めというのをねしっかりつけるということが大事だったと思います。まあ今回も少しね第3問等で、うん、そうだな。 ちょっと皆さんにとっては厳しい問題になってしまったと思うんだけどもそれ以外の論点でねどれだけ正確に点数を積むことができたかっていうのが今回の試験の、まあ、間違いなくコンセプトであり合格のための要件になりますからただそちらの問題に関しては、まあ、繰り返しますけども例えば工業武器なんかは比較的ベーシックな問題になってるとかいうところもあるんでねまあそこら辺の出来というものを、まあ、しっかりと自分の中で取り込む。 で改善すべきところは改善をする対策取るべきものは対策するその取っかかりというふうにね見ていただくことができればいいんじゃないかなと思いますまあ何にしてもね、えー、今日なんかもまあ非常に朝少し寒かったですあ天気は非常に良かったけどね、まあ、寒い中あ皆さん方早めに起きてもらってね慣れない、えー、場所に試験受け行っていただいてっていうところもあると思うしまあ昨日あたりもね 晴れてはいたけど、非常に冷えてたんで。まあそういった中ね。お疲れの中。あ試験に向けて勉強一生懸命やってもらったと思うんでね。まあ産休の時もちょっと言ったんですけど、あのー、間違いなくね。これまで。まあ受験に向けて人をそれぞれ個人差はあるにしても準備やっていただくにあたって相当疲れてると思うんだよね。ま眠る時間を削ったりとか。あで意外とね。勉強するっていうのは体力を使うんですよ。ね。 で肉体的に筋肉はどうこうとかっていう話じゃなくて、まあ、精神的な部分がメインだとは思うけどねそれだけじゃなくてやっぱり体力も実際使ってる集中するっていうのはそれだけやっぱりカロリーも使うしね当然。でそうすると試験終わった後って本当に体調崩しやすいんで、まあ、今なんかあのインフルエンザがね、まあ、流行り始めてるっていうのもありますからまあ試験明けねあのちょっと23日は本当にもう体力の回復をちょっと測っていただいてね。 えー、ここで体調崩したりしたらねもとも子もないですからあーそういう形でねこれからの時間を過ごしていただけるといいんじゃないかなと思いますうーんまあ気持ちよくね、えー、試験会場を後にしていただけると非常に良かったなとは思うんだけどねまあ少々今回厳しい問題だったような気はしますけどもね是非、えー、皆さん方まあ結果は結果ですもうとりあえず今日ここまで頑張ったのは間違いないことですから。 ね、えー、今言った通り23日はもうしっかり体を休めてくださいね、えー、それでいいと思う。ねここまで一生懸命やったんだからそれはもう十分皆さん方あそうしていただくだけの権利はあるはずですからねえー、そういうふうにねまあ,あ皆さん方体調等悪化することのないようにね、えー、していただければと思います以上もしまして本日講義は終了です皆さんお疲れ様でございました